皆さんこんにちは。ハリウッドで俳優にチャレンジしている大志です。今週はですね、ほんとついてない1週間でしたね。まあこんな1週間があってもいいのかなって思って、気を取り直して頑張っていきたいと思います。というわけで、まずは洗濯しにコインランドリーへ向かいます。本当はね、洗濯1週間に1回は行きたいんですけど、なんだかんだ2週間に1回の頻度になってます。そして洗剤は割と適当な目分量で入れてますね。はい。で、洗濯待っている間にリペアショップに来ました。新しい車のオイルチェンジをしてもらいます。いつものメキシカンのおっちゃんにお願いしてますね。そして、スモックチェックです。スモックチェックってのは、車の排気ガスがどれぐらい出てるかチェックするんですけど、これに通らないと車に乗れないのでチェックしに来ました。スモックチェックしている間に洗濯物を乾燥機にぶち込んでおります。洗濯の時間は有効利用しております。はい。結構せっかちだからね、待つっていうのが意外に嫌いなタイプです。$69.61、意外にかかる。高いけど仕方ない出費です。はい、戻ってきました。そしてね、ちょっとこのオーディションした時そのままになってた、壁紙でもないんだけど布を動かして、懸垂できるような器具を取り付けてます。ちょっと最近ジム行けてないから、本当に簡単な筋トレをできるだけ毎日するようにしてます。3、4回とかそういうレベルでやってます。Half yes, half no. Because in Japan, there's a lot of people working hard. はい、ネイティブキャンプでオンライン英会話してます。こんな感じで英会話やってるんだけど、ちょっとね、恥ずかしい。全然できてない自分がめちゃくちゃ恥ずかしいです。でも、これを乗り越えた先に、英語力が身につくと思って頑張っております。で、最近ね、シャドーイングもやり始めたんだけどね、ちょっとマジでむずいこれちょっと、意味あんのかなと思いながら、とりあえずちょっとやってみようと思って始めました。そしてお腹が空いたので、ご飯作りたいと思います。ごめん、これご飯を移し忘れたんでフレッシュリーを食べてますね。ツナ缶を買ったのでマヨネーズぶっかけて食ってます。ツナ缶便利ね。すぐ食えるんで割と重宝してます。で、リラックスタイムしてますね。アクション映画かアニメとかを見てぼーっとしてることが多いですね。明日はアクティングクラス2回目のシーン発表なので、その準備をしたいと思います。頑張るぞ。オラ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 、やったるぜって感じです。そしてメーガンとリハーサルですね。メーガンが仕事とオーディションとアクティングクラスも目いっぱいで疲れたって言ってたので慰めてますでもね、めちゃくちゃ気持ち上がる。もうアクターはね、やることが多いんですよ。で、それでテンパって潰れたりっていうのがよくあることなんですよ。めちゃくちゃ気持ち分かります。リハーサルやってます。今回はズームなんですけど、割と動きも入れながらやってますね。めっちゃ泣いてます結構そういうシーンですね。ちょっと恥ずかしいけどこんな感じでシーンリハーサルしてます。はい、リハーサル終わりました。疲れたんでちょっと休憩です。休憩するときは割とゴロンって、カーペットにそのまま寝転んじゃいますね。割とずっと家にいたので気分転換に夜散歩してます。でね、近くにね、サッカーコートがあって、よくメキシカンの人たちがサッカーしてるんですよ。全然関係ないけどたまにやってたら観戦したりしてます。はい、そして火曜日ですね。6時半、まだちょっと暗いんですけど朝散歩しています。はい、朝シャンしてから英語の文法勉強です。最近は英語の文法勉強を英語スピーキング、発音、シャドーイングみたいな流れでやってますね。はい、ネイティブキャンプでオンライン英会話してます。シャドーイング始めてみたけど全然口が回らないっす。やばいっす。はい、そして移動して向かう先は DMV ですね。車の登録をしに来ました。だけどね、ここすげえ並ぶんよ。ほんとマジで来たくない。2時間ほど待ってやっと車の登録ができました。これで赤いシビックは僕の車になりました。はい、そして次に向かう先がまたネイルサロンですね。先週もネイル綺麗にしてもらったんですけど、今日はこの後ハンドモデルのエージェントと面接があるので綺麗にしてもらってます。このマッサージも気持ちいいよ。はい、爪を綺麗にしてもらいました。いい感じ。続いてちょっとね、面接まで
時間が空いたのでカフェで時間を潰そうかなと思って探していたら、このミルクジャークッキーズっていうのがたまたま目に入ったので入ってみました。で、店内もすごい可愛い雰囲気で、結構トゥーゴー持ち帰りで頼んでる人が多かったですね。すごく老舗っぽかったですね。すごい目移りするんですけど、僕はコールドブリューとロッキーロードクッキーにしました。優雅にクッキーとコーヒーを飲んでおります。この甘いクッキーとビターなコーヒーが合うんですよ、はい、というわけで時間になったので待合室で待っております。久々の面接なのでちょっと緊張しますね。はい、いい感じで面接も終わってね、とりあえず自分のポートフォリオの手の写真、それを撮ってからおそらく契約することになると思います。そしてですね、先週すごい大きいコマーシャルの仕事をゲットしたってお話ししたんですけども、そのおかげでサグに入ることができました。サグっていうのはザ・スクリーン・アクター・ギルドの略で、俳優組合のことですね。ハリウッドで撮影されている大きい、映画だったりコマーシャルだったりドラマの作品には必ずこのサグに入らないと、仕事ができない決まりになってるんですよ。僕が思うのはちょっとアクターとして認められたのかなって勝手に思っております8年かかったんですけどサグに入ることができました。嬉しいです。これからも頑張っていこうと思います。これ何してるかっていうと、リラクゼーションっていうエクササイズなんですけど、体をリラックスして感情が出やすい、すごい敏感な体にさせるっていうエクササイズをしてます。シーンをやる前にはできるだけこのエクササイズはするようにしています。はい、そしてアクティングクラス無事終わりました。1回目よりは良かったんじゃないかなと思うんですけど、無我夢中でやってよく分かんなかったですでも1回目よりすごい良くなったよって先生に言われたので、この調子で頑張りたいと思います。ご飯作る気力がないので、こういう時はブリトーで手軽に済ませちゃいます。ちなみにいつも食べるのはビーフブリトーです。はい、おはようございます。水曜日です。水曜日も朝散歩から始まります。この薄明るい感じが好きです。最近風呂入る前に本当10回とかでいいからとりあえず筋トレするようにしてます。はい、いつも通り朝ごはんのプロテインを作っていきます。これどうなんだろうね、みんな見たいこのプロテイン作りはい、そしていつも通り英文法の勉強です。最近いい感じで英語勉強の習慣がついてきたんで、これをちょっと習慣化にしたいですね。ネイティブキャンプの英会話も慣れてきました。ただ英語を話せば話すほどできない自分に直面して、今までやってこなかった分の今ダメージを受けております。こんなにもできないんだっていうのを思いながら日々勉強しております。で、アツ英語さんの、発音トレーニングすごい勉強になりますね。確かにそうだわって思うことがいっぱいあったので、これを見ながら発音もきれいにしていきたいと思います。続いて向かうところはスーパーマーケットですね。ちょっと食材がなくなったので来ました。そしてね、この Amazon ギフトカードを買っちゃいます。スーパーで買うとね、クレジットカードの4ポイントがつくんで、このギフトカードから買った方が得だなって思って買いました。買い物終了しました。そしてここで事件です、皆さん。はい、最悪ですよ。さっき買った300ドル分の Amazon ギフトカードなくしました嘘だろって思うで本当自分のポンコツ具合にね、ヘドが出るなって思いますね。多分ね、ポケットにしまおうと思ってどっかにポンって置いてたのをそのまま忘れちゃったんだと思う。結構探したけど見つかんなかったです。へこみながら帰ってきて食材を冷蔵庫の中に入れます。そして不幸は続くんですね、皆さんまたトラブル発生です。車が止まっちゃいましたしかも止まった場所が道路のど真ん中っていうえぐくない、これ。えぐいよね、マジかよって思って、なんで今日こんなついてないのって思いながら、でもなんとか車を路駐して目的地のコロナ検査しました。もうとりあえず車をその近くに路駐しといてウーバーで帰ることにしました。多分ね、エンジンがちゃんと冷えたらまたかかると思うんで、そしたらリペアショップに持っていこうかなと思ってます。家着いてマジでフテックされてますね、くっそーみたいなくっそなんなんだよ今日みたいな、はい、もう本当に嫌になっちゃう。フテックされながらもお腹は空くんでフレッシュリーのご飯を食べます。レンチン、でもなくしたものはしょうがないんで切り替えていこうかなと思います。
ご飯食べながら課題の映画を見て、心を癒してます。そしてオーディションがまた来ましたね。最近オーディションがいい感じで来るから、これをなんとかものにしたいなと思ってます。そしてこういうついてない日はですね、自分にご褒美をあげようと思います。ドーナツ屋さんですね、僕の行きつけのドーナツ屋さんです。ここのドーナツ美味しいよ。別になんか有名とかじゃないんだけどね。そして1個サービスしてもらいましたもうおばちゃんたちも俺のこと覚えてくれてサービスしてくれます。もうドーナツ食えたんで幸せです。嫌なことは全部忘れます。はいはい、木曜日ですね。木曜日いい天気です。こんなフル装備な理由は、来週大きいコマーシャルの撮影があるんで、絶対に風とか聞きたくないんでフル装備です。着いた場所が僕が行きつけのカフェシートオルガニコ、よく来ます。ここ基本もうコールドブリューのブラックしか頼まないですね。うん、いやちょっとね、まだマスクしながら外歩くには暑いっすね。うん、このコールドブリューがうまいんですよ。生き返るわって感じ、美味しいです。昨日届いたオーディションの準備をしていきます。今日の夜には撮影して送りたいので急ピッチで仕上げてます。そしてですね、週末、夏服のシャツとかをクリーニングに出したので取りに来ました。やっぱね、ちょっと日本と違って高いですね、クリーニングも。これいくらだったかな、90ドルぐらいしましたね、なんだかんだ全部で。無事だっけよって思いながら、もうしゃあないです。で家帰ってきました。これからオーディションの準備をしていきます。公演でセリフを覚えていきますね。ちょっと怪しいですけど、大丈夫です。セリフを覚えてるだけなんで。セリフを覚えたらまた脚本の分析して、どういう風に演技しようかなってプランを立てています。セルフテープを取るために場所を作っていきます、ね、これがね結構めんどくさいんだよね。他のアクターはね、もうガレージをセルフテープ用の場所として確保してたりもするんだけど、俺はそんな場所がないんで、毎回部屋を改造しながらオーディションしています。で、今回は相手役を探せなかったので、Zoom でリーダーをやってもらいます。割とね、この Zoom でリーダーをやってもらうのは割と普通ですね。みんなこういう感じでお互い助け合ってます。というわけで、着替えました。こんな感じです。だんだんと役に入っていく感じです。自分が受かったオーディションじゃないとね、見せられないんで、今回僕はこれに受からなかったので見せることはできないです。こんな感じで、オーディション終わりましたオーディション終わった後のこの片付けがマジだるいっす。はい、はい、遅めの夜ご飯です。もう疲れたって感じですね。オーディションなかなか受からないんですけど、こんな感じで頑張っております。はい、金曜日ですね。こんな早く起きる理由は、放置している車を取りに戻ります。さすがにね、これだけエンジン冷やしたら動くと思うのでトライしてみます。よかった、ちゃんとエンジンかかりました。家の近くのメカニックまで持っていったら安心だと思うので点検してもらおうと思います。というわけでそのまま朝散歩ですね。まだ暗いさすがに5時は暗いですね。でね、スカンク発見したんよ。結構臭いらしいんで、あんまり近づかないです。はい、そして風呂前の筋トレです。本当10回しかやんないんで、普通の腕立てよりもちょっと負荷をかけてやってます。ジム行かなきゃなと思いながら行けてないですね。いつも通りプロテイン作っていきます。毎日作ってるんだけど、どうなんだろうね。みんな朝ごはんって毎回違ったりする。みんなどんな朝ごはん食べてるのか教えてコメントで。そして早速英語文法の勉強です。今週はね、勉強いい感じですね。割と毎日しっかりできてるなって思います。オンライン英会話結構いろんなこと話すから、ノリが合う人とか勉強っていう普通に楽しい会話してたりします。そして勉強を終えて向かう先がですね、次の撮影のフィッティングです。衣装合わせですね。ここフィッティング会場、こんな感じでフィッティングしております。そして前一緒に仕事したセイラも今回彼女役でまた一緒に仕事します。友達と一緒にまた仕事できるのはすげえ嬉しいですね。はい、衣装合わせから帰ってきました。そして早速アクティングクラスの映画の分析をしています。このストーリーを結構ノートに書き出ししてどんどん分析していったりしてますね。で、発音トレーニング、説明を聞いているときはおかしく言いながらとかたまにやってます。このチートスはフィッティングからパクってきました。お腹空いたので飯の準備していきたいと思います。買い物したんでね、今日はしっかりご飯作ろうと思います。お米を炊いていきます。日本人なんで米の炊き方はバッチリです。いつも通り海藻をぶち込んでから炊いていきます。
ズッキーニをカットしてこれからスティームしていきます。でブロッコリーも同じようにカットしてスティームします。もうねこれが楽、うん、最近はスティーム加減もいい感じにできるようになってきたんで、これ料理って言えないけど自分なりには上達してるなって思います。今日は鶏胸肉のステーキを作ろうかな。半分に切って、このねハーブソルト、これかけるだけでめちゃくちゃ美味しいよ。これすごいおすすめ、俺はすごい好きですね。でレインボーペッパー、これはトレジョで買ったやつも、この塩コショウをしっかりかけて焼いていきます。くー、この音がね美味しそうだよね。こんがりいい感じで焼けました。鶏胸肉のステーキ、俺作るのうまいと思う。早速食べたいと思います。美味しい。はい、というわけでね、こんな感じで僕の1週間は終わりです。本当についてなかったんですけど、でも前を向いていこうかなって思います。よかったら僕に慰めのコメントも待ってます。それでは、また来週お会いしましょう。バイバーイ。